ネクストスターライトをご覧の皆さん、こんにちは。私たちソーシャルアイドルのナダルです。まず簡単に自己紹介したいと思います。私、里春こと佐藤遥です。最近の目標は姿勢を良くすることです。よろしくお願いします。やってみて。進化したね。進化しました。肩甲骨をウェイトやってください。ウェイ。はい、私なーちゃんこと今年なるみです。みんなで一番大きな声でなーちゃんって呼んでください。せーの、なー。はい、変な声ありがとうございます。私の趣味はテレビを見ることとカルピスを飲むこと、そして最近ハマっていることはほわほわ動画をたくさん撮ることです。よろしくお願いします。なーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいい。はい、ベチコこと渡辺ベチコです。私は特技がいっぱいあります。そして、今の個人的な目標はロングスリーパーなので、ちょっとあまり寝ないでこう活動することと、うん、あとはゲームの課金をやめること。あれ、声が聞こえない。聞こえない。お願い、よろしくお願いします。はい、私田崎おこと田崎玲奈です。よろしくお願いします。はい、私の趣味は洋服を着ることです。特技はいいところ、人のいいところ、初めて会った人でも10個以上言っちゃうところだと思います。じゃあこちらで座ってるスタッフさんのいいところ10個お願いします。あ、ちょっと難しいので、かわいそう。じゃあ、あ、立ってもらってもいいですか。はい、わかりました。ありました、10個見つかりました。お、それでは発表したいと思います。ワイシャツを着ています。そして時計をしています。ワイシャツから見えるベルトがおしゃれで、鼻がちょっと生姜っぽいですね。鼻が髪の毛は何でしょう、こうワッフルの上のような髪の毛でございます。5本じゃない、今。そして、あ、手が綺麗ですね。5本、うん、5本ずつ指がね。締めは、締めはあと4つ、あと4つも、4つもある。じゃあ紐が4本生えてる。はい。あ、テープね。テープ。あとは、笑ってください。あー、笑顔が素敵だ。素敵。オーラがピンク。おー。将来は明るいです。イェーイ。はい、今の自己紹介でノタルの魅力少しでも伝わったと思いますが、私たちは毎月第2日曜日に月1定期公演 4U というのをやっています。そちらではですね、ゲストのアイドルさんをお呼びして、はい、ノタルがゲストではなくホスト側で、うん、司会進行とかに挑戦したりして、普段見れない私たちが見れると思いますので、ぜひぜひ皆さんそちらも遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。いいところ10個言ってもらえるかもしれません。以上、私たちソーシャルアイドルののだるでした。